はい、今日もナビで行ってみましょう。観音塚古墳でございます、上はね。この前雨の日来とったな。今日は往復8号墳やったかな。そこにちょっと行ってみますね。何にもないですね。どっち行くんですか？どっちに？これ右に行きなさい。このイノシシが出ますか。これ行くの。通れるかな、そこ。大変でございます。どういうことだ、1分10メーターになってるけど。目的地に到着しました。お疲れ様でした。到着しました。まだ到着してないんですけど、もう到着しました、言うてあるし。完了になるしな、どういうことやね。到着しました。到着しないんだけど。もう行けんのかね、これ。これ、石があるけど。違うか。嫌だな。嫌だないよ。全く見当たらない。残念。見当たりません。でも歩いた跡がないもんね。綺麗に見えんだけどね。
全く道がないんでございます。どっか他に道があるのか。どこかないかね、道は。60メートル以上、そうなんだけどね。眺めの場合じゃいかんだけどね。あの辺りでどっか向こうから入られるのかね。あっこやろ、あの奥だね。全然行く道ないんだけど。こんなとこ上がってきたんかね、こんな段差は。いやいや、おお、岩山でございます。道まで行きましたけどね、200メートルぐらい入ったんだけどね、わからないんだ。ヤブでございます、中は。反対からちょっとトライしましょうか。この上のはずやけどね、どっか裏から回れんか回れんかね。木から一分一分言うてあったなあ。もうちょっとマシなルートを教えてくれないといけないぞ。この上なんだよな。はいはい、どっか道ないかね。この右上やけどな、おそらくな。この声はなんだ。ウグイスか、これ。ウグイスやね。歩いて1分。80m。 こんな道を歩いていけちゃうの。そういうどういうことよ。これはお姉さん、なんぼなんで無理ですよ、これは。道があれへんがね。これは道は長そうやね、これ。残念やな。近くなっとんだけどね、これ。だいぶ近くなっとんやけどね。歩いて1分が変わらんだけど。この辺ブドウ畑やけど、ブドウないな。ブドウの木があるのか、あそこに。あるあるある。もうそろそろ実が出ないといかんだけどね。ほら、あの大きな石がね、いっぱいねあるんやけどね、あれ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 。入られんか、ブドウ畑で。尾根の一番上上がって、道路の右に行く道がなければね、もう無理やね、これ。ないね、これ。はあ、一番上まで来たけど、なさそうやわ。残念でございました。入る道がありません。
ずいぶん下ってるぞこれ。はい、今日もあかんか。はい、U ターンしましょう。入る道がありません。どこから歩いてはんのやろな。ちょっと考えが甘かったか。あれをやぶの中に突っ切らないかんということはね、ちょっと無理やね、この格好では。40分ぐらい歩いとんだけどね。この辺の上で刺すんやけどな、入りたくないもんね。ちょっと古墳の石にしては小さすぎるか。こんなとこに古墳作らんかね。いや、それでもね、この石古墳作ったとかもしれんな、こんな降りたところに。こうやからね、ここは山がね、可能性あるね。あと石がないからね、岩があってもこんな。ああ、今でも古墳かもしれない、あれな。これは行かれへんな、無理やわ。はい、もう断念しました。もう無理です。がっかりでございました。2回連続であかんか。はい、ありがとうございました。もうここはトライできないですわ。これもう今あの後はね、本当にもっとやぶになるんでね、今回が最後で、最初で最後やね。無理やね、ここは。往復8、5分。残念しました。すみませんでした。はい、ありがとうございました。はい、帰りましょう。45分ぐらい歩いてるの今。まだ10分ぐらいかかるからさ、ほぼ1時間やね。下りは楽やけど。